朝日新聞の清水です。はい、局マネジメント機能強化についてお尋ねします。はい、局長をこれまで支えてきたのは局で言えば各部長さんたちが中心だったと思いますけれども、はいはい、新聞社とかでいう局次長のような あるいは局長補佐みたいな役割だと思いますけれども、各部長が数人いることのさらに上に局次長じゃないな、経営企画官を置く意義をもう少しちょっと詳しく教えてもらっていいでしょうか。そこはですね、部長とそれからこの経営企画官の役割というのは全然違うんですね。つまり部長というのはそれぞれ今ミッション部長でそのミッションを持ってこういう業務を進めますということなんですよね。でところが局長はそれを統合管理しなければいけないので、統合マネジメントしなければいけないので、でそれをその局全体の立場で局長が見ていると。部長は自分のそのミッションを実現するための、例えば予算にしても組織にしても、組織というか、まあ、人員とか、あるいはその実際の業務の中身みたいですね、そうやってますけど、局全体を見てるわけじゃないんで、局全体を見てるのは局長しかいないんですよね。だその局長じゃあ一人でそれを全部できるかというと、それはなかなか難しいんで、そこにスタッフをつけて補佐をしますということです。で従来で言えばこの経営企画官というのは経営戦略グループというのは、まあ、総務課に主にあったわけですけども、あるいは従来でやると総務課がやっていた業務であって、まあ、そこをもっとコンパクトにして、その経営マネジメントの補佐に専念をするというチームを作ったということです。はい、はいはい、その今のそれ経営企画官なんですけども、はい、この中には特段見られなかったですかね。その要は、課長みたいな人が兼務するようなイメージなのか、経営企画官として単独で、経営企画官として単独で、単独でですか。はい、はい、それは級でいうと、何級になるんですか。それは若干ばらつきがあると思います。はい、ただその局のナンバー2っていう意味合いではないです。ナンバー2じゃないですよ。はい、ナンバー2ではない。いや、もっと若いですよ。NHK 中です。それに関連してなんですけど、この経営企画官というようなその局長補佐する人が欲しいという現場の声があって、うん、こういうポスト作られたのか、それとも知事がその見ておられて日頃の業務を、うん、こういうポストがあった方がいいなと思われたのか、どっちでしょうか。まあ、すでに経営戦略グループっていうのはあって、そういう機能をやってたわけなんですね。ところがその、若干そのまあ、このグループが何を実際にやるのかっていうのがばらつきあったりとか、あるいはその、まあ、同じことかもしれないけれども、各局によって機能する、内容がですね、若干こう違ったりもしてたので、それをもうちょっと明確に打ち出してですね、で、人事と組織とそれから、予算と、まあ、これはお金ですけれども、それをまあ統合的に見ていくということをはっきり打ち出すということですね。ですから、まあ、いろんなこの事業の企画をしたりとか、あるいはその実行上で PDCA を回しているというような中で、その、まあ、機能的にこう大変だったりとか、そのうまく回ってなかったりとか、そういうところを改善していこうっていう、そういう願いです。その他いかがでしょうか。ちょっと関連で、だからその、まあ、その結構若手がなるということを先ほど言って若手の登用とおっしゃいましたけども、ね、まあ、8局に8人配置でよろしいんですよね。じゃあ今日、8つの局に配置で、局が含めて8つの局に、で、各局1名です。そういう意味で有望な若手がこの辺りに起用されるというようなイメージですね。それはそうですね、はい、だからまあ局長と同じ頭にいるということですよね、基本的には。
ということですよね。なので局長の補佐をするわけだから、局長と同じ考えをしなきゃいけないわけで、だからまあそういう世代で、局マネジメントということを経験をするっていうことですね。まあ幹部候補というか、まあだからなんていうかトレーニングの一つにはなると思いますね。まあ人材育成の一つにはなると思います。その他いかがでしょうか。地域力創造化についてお伺いするんですけども、はい、今あるその都市圏魅力づくり推進課なりですね、中山間地域振興課とのそのなんていうか多少のダブリ感があるのかなと思うんですが、はいはいはい、どのあたりにこう特に特化していくというか、そのあたりを、説明願いたいですか。これはなかなか一言で説明するのが難しいんですが、中山間地域振興課は当然中山間地域を見てますと、で都市圏魅力はまさに都市圏を見てますと。でところが広島の特徴っていうのはこれは両方あるっていうことがやっぱり特徴なんで、これはまあ両方有機的に結びつけて、やるべきことをやっていくっていうのが地域力創造化かなというふうに、思っております。まあそういう意味ではどうしてもその被るところっていうかは出てきますよね。その他いかがでしょうか。読売新聞の内田です。今の話に絡んで、はい、取材していると確かにそのさっき今知事がおっしゃったように、都市圏魅力づくり推進課と中山間地域振興課ではこうちょっと認識のズレがある部分があるのかなというか、うん、なんていうんだろう、その合わせ統合的な部分っていうのが、 それぞれの方向を向いている感がすごくあるなっていうのが私が取材していたの感想だったんですけれども、そのやっぱり両方の魅力をあっての広島っていうところで、それをこう融合するようなイメージでよろしいんでしょうか。はいはいはい、ありがとうございます。はい、その買い方でしょうか。よろしいでしょうか。すいません、それでは以上で平成26年度組織改正及び人事異動の発表を終わります。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。